ストレートエニアグラム二等辺の友人です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、最近、うん、まあ、別の動画でも上げたんですけども、うんうん、繊細さんの方、繊細さんの方みたいな、うんうん、なんて言うでしょう、あれは不安を解消しましょうの部類の本なんですかね、あれは。不安、うん、まあ、不安を持ってる人はこういう傾向があるかもしれないからこうしましょうみたいな、うんうんうん、この理解は合ってる。まあ、繊細さんの方で言うと多分傷つきやすいみたいなのもあった気はする、はい、あ、傷つきやすいあなたはっていうこと、うんうん、っていう部分もそう誰かの何かのちょっとした言葉に傷ついてしまうみたいな。わかるわかる、うん、お前は違うって言われるそればっかりですね。で、まあ、はい、そういう本も大好物ですと、うんうん、多分日々不安なんでしょうね、うんうん、でまあ手放せ手放せって言うけどさってで、まあ、そんな手放せっていう本の中に、うんうん、その心配事の9割は起こらないっていう本もまた流行っているようで、最近そのやたらその心配事の9割起こらないとか 96% は何もあり、起こりませんみたいなのをとても見るんですね。嘘だと思うんですよ。まあでも不安が多い人ほど外れるとは思いますけどね。確率論、確率論、まあ、要はこういろんな不安って同時に起こらないじゃないですか。そうですね、電車が事故ったらどうしようとかってすごい確率の低い不安じゃないですか。そうですね、そういうのってまあほぼ起こらないですよねっていう不安の多い人ほど、僕が電車ぶつかったらとか飛行機落ちたらどうしようなんて一切考えないけど、はい、不安が多ければ多いほどそういう低確率な不安までこう抱え込んでる、あっていうところと、あとはその例えば、うん、ある家族、嫁ちゃんでもいいですし、彼女でもいいんですけど、はい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 、例えば電話とかで、うんうん、今日会うのに、うん、あ、ちょっと今日話したいことがあるからさ、うんうんうん、会ってから話す、プチって切られるじゃないですか、うんうんうん、その時ですよ。その時の不安は僕も感じますよ。その時に、なんていうの、どれぐらいまで、うん、どれぐらいまで用意するかですよね、うんうん、あの要はその時あなたはどうしますかっていう議論ですよ、うん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 、今言いましたよね、うん、楽観的タイプ Q が、うん、僕もそれは不安ですっておっしゃいましたが、うん、何個ぐらい用意します？何個ぐらいってそんなに何か用意します？要は、うん、多分そういう時私だと多分ないですよ、浮気してないですし、うんうん、ただ離婚から考えるんですよ。離婚通告あるかもそこはあんま考えないですね僕は。なるほど、あのやましい部分を探りますよね。ああ、なるほど。でもまあやましい部分は、うん、じゃあ条件としてやましい部分はないこととします、うん、はい、やましい部分がなければ何にもないですよ、はい、でもやましい部分がないことがないですもんね、うん、それはあ、なんかちょっとしたこととかですよ。もちろん朝なんかご飯出しっぱなしに来たとか、あ、はい、ゴミ捨ててって頼まれたのに捨ててなかったかなとかはい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 、なんかそういう細かいこうやましいことがゼロってなんかしでかしたんじゃないか、うん、なんか頼まれてたことを忘れてる、怒られるレベル、そう、怒られるレベル、あ、なるほど、のことは考える。その辺の妄想をバーッと考えて、なんかしたっけなーってずっと考えてるみたいな。僕はもう、うん、あ、なんかしたっけなーはなくて、うんうん、とりあえずもう離婚あるかも、うん、あの別れるって言われるかも、うんうんうん、を考えておくんですね、うんうんうん、そうすると、うん、ここ大きい心配を一個用意しておくと、うん、何て言うんだろう、言って話を聞いた時に、うんうん、ショックは小さいんですよ要はなんでこの心配事の9割起こらないっていうアドバイスは、うん、私に、まあ、ごめんなさいね、タイプ6一括りにしちゃうと、うん、タイプ6にとってはそんなに、うん、ああそうですねとは思わない。9割は起こらないんですよって言われることが、うんうん、起こりますよとは思わないですよね。あ、でも起こりますよだから準備しましょうって言われた方が楽です。あ、楽かどうかで言うと、はい、楽じゃ、そうやって言われても楽にはならないけど、うん、まあそうだなと、ほとんど起こらないんだろうなとは思ってたりします。いや、全部は起こらないだろうなとは思ってます、うん、その9割は起こらない。あ、9割、あ、このそうですね、うん、まあほとんどのことは起こらないわけじゃない。9割のっていう意味で言うと、うん、9割、9個の不安があったとすると、うんうん、9個分一番大きいのを用意しておくんですね多分、うんうん、
そうすると楽なんですよ、うん、何か起きた時に あ明らかにあそのレベルのこと僕の考えてた不安よりも小さい、うんうん、なんだこれが楽なんですよ、うん、だからこの私的にはその心配事は9割起こらない、うん、手放しましょう、うんうん、忘れてもいいんですよ、うんうん、って言われるといや違う違う嘘だろうと、そんなのはアドバイスになってねえよ。そのタイプ6的にいくと、はいはい、不安が元で動けないって話じゃないですか。あ、はいはい、こっちのありとあらゆる不安を想定して、はい、その結果動けなくなってるなるっていうのは言います、うん、言われてますよね。でその場面でいくと、はい、そのほとんど起こらないから動きましょう。そうなのか、なるほど、うん、でその例えば今日話があるからって言ったら何か言われるんだなっていう心の準備はするじゃないですか。します、うん、一番大きいのを考えておきます、うん、でそれはまあ行動とかあんまり関係ないので自分の気持ちを楽にする方法でいいんじゃないかなとは思います、ね。はい、あ、なるほど、うん、別問題だよっていうことを今おっしゃってる、うんうん、なるほど。よくあのタイプ6の人って問題から目をそらすために不安をいっぱい探してるみたいな、実際あるかもしれない問題のショックを和らげるために離婚っていう問題を作り上げてる。はい、だからここの大きな問題ってほぼ起こらない問題ですよね。もう最悪の事態ないだろうなとは思ってます。ないだろうなと思いつつも、うん、あるかもよっていう可能性は残しておきたい。でそので考えておくんです、言われたらどうするかっていうのは、うん、それはどうするんですか。あの冷静に聞こうだ言われるかもねっていう準備だけです、はい、準備だけ、はい、実際の対策は考えてない。対策は考えてないです実際に本当に離婚って言われたら言われたらあやっぱあたその時はもう反応タイプですからキーってなるんでしょうけども、でもまあなんていうんだろう、あもしかしてやっぱりか、心の準備をしとく、しとく、でこの心の準備が、うん、まあでも心の準備中はずっと苦しいんですけどね、うん、なんでまあそれは早くはっきりさせたくなるんですよ、まあ、どっちがいいか微妙ですよねずっと苦しんでるわけじゃないですかあでも要はショックは小さいですよ。こっちのショックは小さいけど全然小さい、なんだってもう笑顔で聞けますもん、うん、でそのこのショックを小さくするためにこっちで苦しむわけですよね。事前に事前に苦しんでますっていうのはあります、うん、それはそれで苦しいんだとは。なんでその仕事とかでもいつも最悪の事態を想定してます、うんうん、それはよくいろんな本にも書かれている、うんうんうん、常にあの危険察知能力が異様に高いみたいなのはちょっとわかるんですよね、うんうん、で多分そのために無駄な時間をいっぱい過ごしてるみたいなのが多分タイプ6の良くないところみたいなところじゃないですか。言っとけなるほど、この起こらない確率の高い不安を解消するためにいろんな準備をするみたいな、いろんな準備をします。でもう怒ってからやったらいいじゃんみたいな準備をそうですね、したりするのが多分タイプ6ですよねっていう、っていう面も挙げられてますよね、うんうん、で今逃げましたけどっていうなんかそのなんて、まあ、でもこんなこと言い始めてもしょうがないのかな、うんうん、なんかその繊細さんの本に対しても、うんうん、まあ、繊細さんっていう一言でね、うんうん、あの病気を増やすなよってちょっと僕思ってるんです、うんうん、繊細さんっていう言葉ができると、うん、あ私繊細さんだからっていう逃げ道ができちまうじゃねえか、型にはめるんじゃねえキーって今思ってるんですよね、うんうん、逃げたらいいじゃないですか型にはまって気持ちが楽になるから逃げたらいいんですよ。あそうだから今自分はすごい矛盾したこと言ってますよね、うん、さっきはその型にはめた方がいいって言っといてこっちではまあ人間、まあうん、なるほど多分タイプ6はそうなんでしょうね、いろんなところに今こうこっちで反応して、うん、こっちで反応してこっちで反応して、うん、でなんですかね、あ、うん、で思ったのは、うん、タイプごとで、うん、多分心配事に対する方法は違うんですよね多分、うん、タイプその心配事を多分僕の心配事とかって、はい、まあ、なくはないけど、いや仕事会社のこととか会社のこととか仕事のこととかなんかいろいろ家族の進路、家族の子供の進路とか、うん、あんまり気にしないですけどね。なるほどなのであんまり気にしないんですよ。
そう、悩むほど気にしてない。なるほど。僕はもう今娘がまだ小学校、うん、小学生なんですけど、うんうん、大学の資金払えるかなとか、うん、もう心配してますよ。大丈夫。俺もう私立だったら俺もう行かせられねえとかって。学士ローンがあります。ローン払えなくなるかもしれないっていう不安もありますよ。まあ大丈夫ですよ。あ、なんかこう僕の周り会社の社長とかがいっぱいいる中で破産をしてる人も結構いるんですよ。ああ、なるほど。周りにそういう周りにそういう人いらっしゃるがいて、はい、でこうまあなんとかなるよっていうのを破産をしても、あ、見てる、そういうの見てる、はいはい、ので、まあ死んでしまうようなことはまあこの日本ではないだろうなって。あ、それは安心ですね。うん、で多分ただこう自分が苦しくなって自殺をしてしまうみたいなことはあるかもしれないけど、はいはいはい、本当に生きていけない、ご飯が食べれない、あ、もうどうにもならない、なんともならないみたいな状況っていうのはまあそんなにないな、はいはい、でまあ本当にそこからこう立ち直ろうと思えば頑張れば立ち直れる。確かにこの日本っていう今のこの形が維持されていれば、まあ、一番最大の恐怖、死、うん、死っていうのはないですよね、うんうん、はい、そう。だから多分そういうのを知らずに自分で多分不安を作り出して、もうこのままでは生きていけないってなって、こうどん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 こう引きこもったりとか、より自分を追い詰めていくんじゃないかなとは思いますね。なんとかこう多分周りの人とか助けてくださいってこう発信し続ければなんとかなりますよ。でもまあ、この本で書かれ、こういう本で書かれている、うん、こうやって増えた無駄な悩みとか心配事、うん、っていうのをやめたら心が楽になりますよって言われるんですけど、うんうんうん、やめれないですよ。やめれないですよ、そんな簡単に言われても。まあ、簡単じゃないとは思いますけど、ね、って思うんですよね、うん、でもこうエニアグラム的にいけば、はい、手放しましょうじゃないですか。まあ、いつも軽々しく言ってますよね、こいつ。はい、リソさん、いや、リソさんにオーディスった今、あ、すみません、今自分自身を言いました。できてないくせにっていう意味で。なので、まあ、その簡単には手放せないかもしれないけど、はいはい、まあ、手放せないっていうのも多分思い込みの一種ではあるのかなっていう。そうですね、だからまあ手放す方法へ、まあ、ほとんど今ある不安のほとんどは実際には起こらないけど意識するぐらいのところから、まあ起こらないと思うけど、うん、一応用意しとこっていう、これぐらい許してくださいよ、うん、あ、別にそのこれぐらい、この、あ、分かってるよ、9割起こらないよね、うん、でだけど準備しといて、まあ、これ準備してるだけって気が楽でいられるいられる、いられる、全然いいと思うんですよね。でそれによってあんな不安がある、こんな不安があるって言ってこう苦しくなっていく、あ、それはダメですね、あ、それはやめましょうということですね、うん、そうそうそう、これタイプ6向け不安、うん、タイプ6解消動画、うん、まあ、そのみんながどれぐらい不安を抱えてるかですよね。まあ、不安は抱えてない人はいないと思うんですけど、はい、不安はあっても、まあ、いっかって思えてる人も多分いっぱいいて、なんでその、 あとは、うん、そう、9割起こらない、うん、って言われるのも不安だとは思うんですね。いやいや、なくせないよっていう人に対しては、うん、今言った、持っててもいいよと、持っててもいい、持っててもいい、うん、けど起こらないっていうのも持ってよ、そう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 、起こらないよ、死なないよ、うん、っていうのも持っておいた、うんうんうん、こっちの手で、でもまあ一応ね、念のためこれを準備してた方が楽だからぐらいの感じで持ってるのは全然いいんじゃないかと、うん、これどうでしょう、アドバイス的に。いいと思いますよ、いいと思いますよっていうか、みんながどうなのかが僕もよく分かってないんで、共感していただける方は、うん、いいねを押していただ、高評価を押していただけると、うん、とても、うん、僕はこの不安の中の一個を捨てることができます。いや、多分拾ってきますよ。なるほど、またね、またね、またまたね、うん、こう空いた手が探してくれる。またね、悪さするんですよ、この手が。っていうところで、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。